書くということ。森下茂。エッセイ、動き続ける。より。思考を整理する。編集長の浅野さんに、エッセイを連載してみませんか、とお話をいただいたのが2月末のことだ。確かに私は、書くことが苦にならない。というか、むしろ好きである。書くことが好きなのには、理由が2つあるように思う。 一つは書くことで思考を整理している。その習慣がついたのは高校時代だ。毎日その日の振り返りを野球部ノートに書いていた。テスト前に勉強するときも書くことが中心だった。そんなわけでトレーニングプログラムを考えるときも頭の中だけで整理しようとしてもなかなかうまくいかない。書くこと、手を動かすことで 頭の中が活性化し、アイデアが浮かんでくる。そうやって、プログラムを具体化させている。アイデアを出すために書く。アイデアができてから書くのではない。こう語るのは、哲学者の千葉正也さんだが、まさにその通りで、書くという動作がきっかけとなり考えているように思う。おそらく、その感覚が私は好きなのだ。 やりとりが嬉しい。そして、書くことが好きな理由のもう一つ。それは、私が書いたものが誰かに読まれることで、ポジティブな反応を得た時の、なんとも言えない嬉しさを味わえることだ。初めて私がその喜びを知ったのは、前職のコープで配送員をやっていた20年以上前のことだ。月に1回、組合員さんに配る広告の中に、 担当者新聞を書いていた。B4 サイズの新聞の最後には、組合員さんからの質問やご要望を書ける欄を設けていた。新聞を書いた翌週に、組合員さんからそこを切り取った返事が来ることがとても楽しみになった。むしろ新聞を書く目的は、多くの返事をもらいたいがためと言っても良いくらいだった。 人間が仕事に求めているのは突き詰めて言えばコミュニケーションです。ただそれだけなんです。人間にとって一番辛いのは自分の行いが何の評価も査定もされないことです。ただ言葉を送り言葉を返すというやりとりがあるだけで人間は持つのです。要するにやりとりするのが人間の本質だということです。こう語るのは 合気道師範の内田いつきさんだ。そうなのだ。読者とのやりとりがたまらなく楽しいのだ。そして今ではそのやりとりを Facebook を通じて体現させてもらっている。書けない。そんな私が月一回仕事として原稿を書かせてもらうことになった。浅野さんからは 普段フェイスブックに投稿するようなことを書いてくれて構わないと言っていただいたし、書くことは好きなので何の問題もなく書くことができると思っていた。ところが、である。まだ5回目の原稿に過ぎないのだが、なかなかネタが浮かばないのだ。あるいは書いては見るものの、というか書けないのだ。当然書けないのでアイデアも全く浮かんでこないのだ。 書くことがスランプになることは初めての経験だ。何を伝えたいのか。知人で大手広告代理店に勤める方が、プレゼンテーションで大切なことは何かを話してくれたことがある。どう伝えるかという技術的な面も大事だが、一番大切なのは何を伝えたいかであると。おそらく私は、この連載を書くにあたり、 良い文章を書こうと技術的な面ばかり気にしていたのだ。つまり、格好つけようとしていたのだ。その結果、書くことでもプレゼンでも大切な何を伝えたいかを置き去りにしていたように思う。私にとって書くということは思考を整理すると同時に他者とのやりとりを楽しむものだった。しかし、この連載を書かせていただくことで、 もう一つ大きなものが加わった。それは自分の伝えたいことをどう表現し他者に伝えていくのかということを学べるということだ。そしてそのことは指導者としての幅をも大きく広げてくれるに違いない。月刊トレーニングジャーナル2018年8月号より